こんばんは、米地です。今日も漫画の続きを書いていきたいと思います。なるべく5分以内に終わせるように頑張ります。と、一応前回の続きですかね。まあ、20年ぶりだなお米さんつって、なんか謎の人物が出てきたところで終わってますね。なんかバスケしてて、謎の人物が出てきて、お前はって言って、10年ぶりだなと。じゃあ続きを書いていきます。とりあえず適当にコマを割って、今日も4コマ。4コマ、1ページ終わんないから、いや、とりあえず4コマ。はい。適当にコマを割っていきます。1、2、3、4。こんな感じで、1、2、3、4コマ。よし。はい。じゃあ書いていきます。20年ぶりだな。お前はってもう言っちゃってるから、ブチャーン、ジャーンって、やっとシルエットのやつが正体を表すみたいな。ジャーン。ジャーン。ジャーン。なんだろう。フライパンさんとか、フライパンさんってこれ大丈夫かな、お米さんのセリフなんだけど、お米さんのセリフみたいに見えるかな。ガーンガーンじゃない、じゃーん。フライパンってどう書くんだ、フライパン、こんな、フライパンさん、フライパンさんが出てきました。はい、2コマ目。やばい、もう2分も、すごいな、これだけで2分経っちゃうんだ。やばい、あと2分半。フライパンさん、どうしよう、なんで迷ってんだろう。フライパンさんが出てきて20年ぶりだなっつったから、20年前のことを覚えているかかな。20年前のことを覚えているか。はみ出しちゃう、基本的に。横目でこう、横目だけ書くのがなんか漫画っぽい。で、ゴー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 って書いとく。はい。20年前のことを覚えているか。なんかインクぐちゃぐちゃやって、もうグダグダだな。グダグダだ。はい。まあ、続けることにね、意義があるかなと。はい。20年前のことを覚えているか。回想に入ろう。ここから。20年前。思い出すみたいな。から階層に入ろう。階層シーン。でも残り1分でラストの1コマに来た。階層シーンでわーってまだ階層に入ってますみたいな。こんな漫画ないよね。こんなことしてる漫画ないよね。大丈夫かな。10年前、わー、あの日は全国大会の決勝。メールが来ました。決勝って字合ってんのかこれ、大丈夫かな。決勝戦、この日は全国大会の決勝戦。俺は何だろう、やべ、なんで迷ってんだここで。この日は全国大会の決勝戦。俺は2点差で負けていた。点差で負けていた。で、点数書いとくか。
お米酢とフライパンつって。お米酢。フライパンつ。で、残り2分。いや、1分50、1分35秒くらいにしよう。残り1分35秒で、2点差で負けてたから、じゃあ、お米酢が102点。フライパンズが104点。はい。あの日は全国大会の決勝戦。俺は2点差で負けていた。完成回答。わー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 。わーわー。わーわー。よし。はい。4コマ書き終わりました。今の時点で5分50秒。こんなに5分50秒。ね、時間ちょっとかかりすぎましたかね。はい、じゃあ今日は、これで終わりたいと思います。続きはまた明日書きたいと思います。なんかね、こういう展開にしてよとかこういうキャラ出してよとかあったら、ぜひコメント、お願いします。はい、じゃあチャンネル登録いいねよろしかったらお願いします。じゃあ今日はこの辺でおしまいにします。さよなら。